3月17日火曜日、 PM テクニカル分析です。 Forex TV ジャパンの石田がお送りします。夕方のこの時間はチャートを使ったテクニカル分析で、今夜のヨーロッパマーケットの値動きを予想します。今日もアセンダントの山中さんから届いたコメントをご紹介します。まずはドル円のチャートからご覧ください。昨日のドル円は1日を通しておよそ67銭とここ1ヶ月で最も狭いレンジでした。今日は基本的にドルの上値がやや重たい動きが考えられる中、午後に入ってからじりじりとドルが買われ始め、99円を伺う展開となっています。動かなかった後だけに急な動きには注意が必要です。レジスタンスは99円ちょうどレベルとなってくるでしょう。サポートは98円10銭レベルとなります。続いてユーロ円のチャートをご覧ください。ユーロ円はほぼユーロドルの動きに沿った動きとなっています。昨日は一時128円74銭レベルの高値をつけ、週のゾーン128円24銭から128円89銭で上値を抑えられた格好で、引けにかけて調整が入りました。今日はドル円の動きに沿って強めの動きとなっていますが、週のゾーンの上端と重なる128円90銭レベルはレジスタンスとなってくるでしょう。サポートは127円ちょうどレベルを考えます。以上、アセンダントの山中さんのコメントをご紹介しました。 PM テクニカル分析でした。この後は午後7時30分から夜の FX フラッシュをお送りします。